羽ねがつは、日本の政治家。衆議院議員、内閣総理大臣、農林水産大臣、大倉大臣、外務大臣、新政党党首、太陽党党首、民政党代表、民主党幹事長、同党特別代表、同党最高顧問などを歴任。2012年に政界引退し、晩年は民進党長野県連名誉顧問を務めていた。 内閣総理大臣としての在任期間は64日間で、戦後2番目、現行憲法下では最短であった。詳細は、羽田内閣を参照。東京府東京市かまた国て、羽田伏郎、都子夫妻の長男として生まれる。父伏郎は、朝日新聞記者を経て、衆議院議員となった人物であり、母都子は、滋賀高原を命名した長野電鉄の創設者。 上津藤平の娘である。名付け親は、武士郎の東北帝国大学時代の恩師にあたる安倍、二郎で、志士として働くから取られた。1942年、第二、延山小学校に入学するが、戦争が激しくなったため、1944年3月に、父の郷里である、長野県に疎開する。終戦後、1946年に、父の武士郎が、 公職追放となる。1951年に長野県上田市の上田第二中学校に入学。この頃から議論好き、世話好きの片鱗を見せ始める。長野県上田高等学校を受験するが、不合格となり、東京都世田谷区の成城学園高等学校に入学する。1954年に成城大学経済学部経営学科に進学する。 大学3年生の時にハンガリー動乱で亡命してきた学生をかくまったことがある。1958年成城大学を卒業。父と同じくジャーナリズムに憧れ、朝日新聞社、日本経済新聞社などを受験したが失敗し父の骨でオダキュバスの試験を受けて同年に入社する。オダキュバス入社後は吉祥寺営業所を経て、 観光課に配属され観光バスツアーの企画を担当した。春夏秋の観光シーズン以外に顧客を掘り起こすため、武士郎の友人である野田太郎の協力を得て、文学散歩、史跡散歩などのバスツアーに力を入れ、時にはバス車掌も務めた。その他に、学生や老人会、企業などの慰安旅行、幼稚園の遠足や学校の修学旅行、さらには、 後続のバス旅行も企画した。バス定期券を売り、車掌としての天井業務では、高齢者の体調に気を配り、雪の中でワイパーが壊れたバスの窓吹きをした。小田急バス勤務中の1965年に、安子夫人と結婚。もともと第一志望ではなかったが、バス会社の仕事にやりがいを見出していたこともあり、父親の後継者として、正解入りする気持ちはなかったが、 1963年に、武士郎が脳出血で倒れ半身不随となったため、地元の講演会から政界入りを懇願され、1968年10月、10年半に渡り勤務した小田急バスを退職した。なお、政界入りの際は、上田市を地盤とする旧長野2区から出馬し、小選挙区制導入後は長野3区選出となったが、羽田自身は、 東京6区に属する世田谷区に在住していた。なお、世田谷区の自宅近辺には、羽田がかつて勤務した小田急バスの路線が多数運行している。1969年12月、第32回衆議院議員総選挙に、旧長野2区から自民党公認で立候補し、73,325票を獲得しトップ当選を果たした。自民党の派閥は、 佐藤栄作、田中角栄派に所属した。羽田は郵政政務次官を経て農林政務次官となり、農林族としてそのキャリアを歩むこととなる。衆議院農林水産委員長、自民党林政調査会長、総合農政調査会長などを歴任した。農林族としての羽田は、それまでの、いわゆる、ベトコンニ員に代表される毎年米歌を引き上げて、 農村に一方的に利益を経営者配分するものではなく、国内産業としての農業の位置づけや、国際経済における農業貿易問題を施行するもので、加藤光一などとともに、総合農生族と呼ばれた。1984年には、自民党を代表し牛肉とオレンジをめぐる、日米農産物交渉解決に取り組んだ。翌年の1985年12月に、 牛肉オレンジ交渉の実績が認められて、第2次中曽根再改造内閣で農林水産大臣として初入閣する。ちなみにこの時自治大臣として小沢一郎も初入閣している。農水省としてはタブーへの挑戦を掲げ、日米間で対立が大きくなってきた米の自由化問題に対応する。羽田は外国米に対して価格の高い日本米に、 国際競争力をつけるため、農産物価格の引き下げを断行しようとした。しかし1986年の衆参同日選挙後、成立した第三次、中曽根内閣で、農水省は、羽田から安倍派の加藤睦月に交代し、農協の反対にも、愛米化は据え置かれることとなった。しかし、農水省を降りた羽田は、翌年の百八十七年に、生産米に関しては、 生産者価格を引き下げるという政府、自民党合意を取り付け、米価の引き下げを断行するに至る。羽田は田中派の中堅議員として、次第に実力を蓄えていくが、一方で派内の世代交代を意識するようになっていった。1985年2月、竹下登による田中派の派中派、創生会に参加する。田中は二月十七日の高速で倒れるが、最後に、 政治家として、河野場で発言したのは、羽田のパーティーにおいてであった。竹下派決成に際しては、竹下花名奉業の一人に数えられ、金丸新から、平治の羽田、乱世の小沢、大乱世の梶山と称される。1987年11月、中曽根康弘の後継指名を受けた、竹下登が、自民党総裁に就任し、竹下内閣が成立する。 1988年12月27日、竹下改造内閣では再び農水大臣に就任する。しかし、リクルート事件、消費税導入による世論の逆風を受け、竹下内閣は1989年に退陣した。第1次天内閣が成立すると、羽田は自民党幹事長となった小沢一郎に、当選挙制度調査会長就任を求められ、これを受けた。 自民党内に設置された政治改革推進本部の本部長となった伊藤正義、本部長代理の後藤田正春と共に政治改革推進派の中核となる。羽田は政治と金の問題と国際政治に日本が対応するために政治改革を必要と考え、選挙制度改革を中心にした政治改革を主張し、金丸から熱病に浮かされているとまで言われる。 また、党内議論の中で後に、自民党幹事長となる、石破茂などの改革派若手と膝詰めで議論し、若手の信頼を得た。羽田は、小選挙区比例代表並立制の導入を、主張するが、加藤光一、山崎拓、小泉純一郎らは、竹下派支配に反対し、海部内閣当格をもくろみ、選挙制度改革を中心とする政治改革に反対して、 1991年9月に政治改革関連法案は廃案となった。政治改革が頓挫する中で若手議員は敗北感を覚えるが、羽田はそんな中にあって若手を知ったし、政治改革は復流として残ることになる。1989年半ば国会改革委員長に就任していた羽田は訪米した際、シースパンを知ることになる。これは、 議会のやりとり、ニュースキャスターの討論会など、政治を専門に24時間放送する衛星放送の番組である。ありのままの国会を国民に見せることで、国民の関心が高まり、国会運営の活性化になると考えた羽田は、こうした仕組みの日本への導入を訴えた。1991年11月に成立した宮沢内閣で大倉大臣に就任し、入閣。 1992年、金丸の佐川急便事件に橋を発した、竹下派分裂に際しては、派閥会長ポストをめぐり、会長代行の小沢一郎と竹下の最側近である小渕恵三の間で派を二分する争いが起こる。羽田は竹下から中立の立場を求められるが、小沢の側に立ち、人の悪口を言わないことで知られる竹下をして、 ストムがこんなに無定権とは知らなかったと言わしめる。羽田は小沢、当選同期の奥田慶は渡辺光三らと共に改革フォーラム21を結成し代表に就任。党内第五派閥に転落した羽田派は内閣改造で礼遇され政治改革実現を旗印に集団離党するのではとの観測が流れる。こうした中、 1993年4月に病気辞任した渡辺道夫の公認として外省就任を宮沢に打診された。これは羽田を閣内に封じ込めるために後藤田正春副総理が考えた天元の一国であった。しかし羽田あのにあって自由な行動を取ることを選択、外省就任を断った。同年6月宮沢首相が 政治改革関連法案の成立を断念したため、羽田派は野党から提出された内閣不信任決議案に賛成した。羽田は6月23日、自民党を小沢一郎らとともに集団離党、申請党を結成し、党首に就任した。代表幹事となった小沢による二重権力支配という批判に対しては自分が表紙で小沢が 黒子と反論ともつかぬ主張した。ともあれ、羽田は新政党党首として全国を遊説し、新党ブームに乗って新政党は55議席を獲得する。これに先立つ6月24日に、すでに新政党、社会党、公明党、民社党、社会民主連合の後党首が非自民、非共産連立政権を目指すことに合意し、羽田は 連立政権の主犯候補として最有力視されていたが、日本新党代表の細川森弘を連立政権主犯とすることに合意する。羽田は細川内閣に副総理兼外務大臣として入閣した。細川政権は政治改革、米の部分的自由化を実現し、新政党は連立与党の中核としてこれを支えたが、細川首相は 金銭スキャンダルなどを理由に1994年4月8日の電撃的に辞意を表明。後継首相について小沢は自民党の渡辺道夫に渡辺さんの派閥から多数の同調者を引き連れて合流すれば首相に擁立すると持ちかけ渡辺も一時は離党を表明するが同調者が少数にとどまり撤回。結局連立与党は後継首相に 羽田を押すことで合意し、4月25日国会で羽田が首相に指名された。ところが、その直後、連立与党の内新政党、日本新党、民社党などが衆議院で統一会派、改新を結成すると発表。改新は、総勢130議席で、与党第一党であった、社会党の74議席を大きく上回るもので、 社会党の連立与党内での地位低下を図った動きであった。首相指名後の統一会派発表という事態に、社会党の委員長、村山富一は、猛反発し、与党党首会談を途中退席、連立離脱からの離脱を発表し、村山は何の相談もなく、連立の枠組みを大きく変えたことに、数で政治を朗談する意思がありありだ。 連立政権の性格からして許されないと激しく批判、も元を分かち合った。羽田は懸命に社会党の連立復帰を試みたがこうを、そうせず4月28日に羽田内閣は少数与党内閣として発足した。元来、小沢は羽田が細川の後継首相となることには平成6年度予算成立後の政局を見据え反対、ないし消極的であり、 渡辺道夫との提携を起としていたこともあって、羽田と小沢の関係に、ひびが入り始める。ただ小沢が、細川の後継首相に、羽田を擁立するのを躊躇したのは、男性ゆえに、平時の羽田のキャリアが傷つくのを避けるためだったという、見方もある。内閣総理大臣に就任した頃の、肖像写真詳細は、羽田内閣を参照羽田は、改革と、協調を掲げ、 平成6年度予算の成立に全力を挙げた。同内閣は、新政党から8人、公明党から6人が入閣し1.1、ライン主導内閣と言われた。細川内閣での米市場の部分解放、政治改革関連法、そして国民福祉税構想、内閣改造と続いた中で改新騒ぎが起こり、社会党はもはや行動できないと判断し、先駆けも同一行動をとり、 1.1ライン、細川内閣から続いた、竹村、村山とのぶつかりでもあった。内閣官房長官の熊谷博史は、いずれにしても暫定的な内閣だと覚悟していた。どうやって、連立を維持すれば、次の段階に行けるかと、正直言ってバラバラになりかけていた。新政党内もそうだったんじゃないかな。僕は、党レベルの動きには一歩遅れた。情報がないわけじゃないんだが、 次々と進行するから少しずつずれてねと述べている。長野茂と法上が南京大虐殺はでっち上げだと思うと発言すると直後に更迭した。在任中に公共料金値上げの年内凍結や首相官邸直通のファックス設置などを打ち出していった。1994年5月12日の衆議院本会議での1969年の 日米首脳間で交わされた有事における沖縄への核持ち込みを日本が事実上認めるという密約の真相に関する村山富一の質問や同年5月16日の参議院本会議で沖縄への核債持ち込み密約について調査すべきとする市川正一の質問に対し首相として沖縄核債持ち込み密約を否定し調査の必要はないと答弁をした 予算案は成立したが、少数与党状態の解消を狙って行われた、連立与党と社会党との間の政策協議は決裂し、自民党は内閣不信任案を衆議院に提出した。内閣不信任案の成立が不可避と判断した、羽田は解散総選挙に打って出る構えも見せたが、政治空白と従来の中選挙区制による総選挙実施を招くということで、 結局6月25日に内閣総辞職を選択し、羽田内閣の在任期間はわずか64日だった。前日6月24日の夜に羽田と小沢が官邸の首相執務室に10時間こもり、官房副長官の石原信夫は、羽田さんは解散する気持ちだったと思います。私ども事務方としては、国会解散あるべしという前提で準備していたんです。しかし、 小沢さんが来て、羽田さんと随分長い間話をされて帰った後、総辞職することになったんです。と解雇している。この頃、通産官僚、斉藤県の売借人を務めた。また、当時新政党の新人代議士で、新政党から民主党まで行動を共にした、上田誠司は、埼玉県知事就任後、斉藤を埼玉県副知事に起用した。 6月30日自社社連立政権、村山内閣が発足し、野党に転落した。小沢の主導によって、旧連立の新政党、民社党、日本新党などは相次いで回答し、1994年12月10日に新新党が決闘。羽田は党首選挙に立候補するが、小沢の支持を得た、回復都市記に敗れ、小沢らの打診で副党首となった。 1995年12月にも、党首選挙に立候補し、小沢と激突した。羽田支持グループは、党内非主流派とも言うべき、教師会を結成し、小沢執行部と対立を深めていった。1996年の第41回衆議院議員総選挙で自身は、新設の長野3区で小選挙区1本で出馬し、重複立候補している、新党先駆け党首で、 社民党、自民党を推薦する、井出正一に圧勝も新進党自体が敗北すると、小沢執行部に対する、さらなる不満を強め、新進党を離党し太陽党を結成、党首となった。1997年12月に、新進党が分党すると、1998年1月8日に、民主党、新党友愛、太陽党、国民の声、フロムファイブ、 民主改革連合が、院内会派、民主友愛対応国民連合を結成。同年1月28日、対応党、国民の声、フロムファイブが統合して、民政党を結成し、代表となった。さらに4月27日には、民主党、民政党、新党友愛、民会連が統合し、新、民主党が結成され、初代幹事長に就任。 首相経験者の政党幹事長就任は、前例がなく、羽田は首相再当番の目を狙えているとの見方もあったが、その後は事実上の名誉職である特別代表、最高顧問を歴任した。2004年5月、国民年金への加入が義務付けられた1986年4月から、首相在任期間を含む1995年7月までの9年間余り、 未加入であったことを自ら発表し、党最高顧問を辞したがその後再び最高顧問に就任した。政治家の年金未納問題も参照2009年8月、脳梗塞後遺症等の体調不安がささやかれる中、8月30日に行われる衆院選への立候補を最後に政界を引退する考えを表明した。衆院選について、 大きく考えれば、最後の選挙になるだろうというのが、常識的なところだ。後継者は、党や、後演会と相談して決めたいと述べ、また、長男の羽田雄一郎について周辺に、世襲は認めないと伝え、後継として擁立しない考えを示した。2009年9月16日に、民主党政権が発足し長年の祝願であった、政権交代が実現された。 この日国会で行われた主犯指名投票では体調不良により投票箱のある演談に自力で上り下りすることができなかったため小沢一郎に片腕を支えられながら投票を行った。かつて政権交代を目指して自民党を離党した時の名友同士でありながらその後の政局の流れで決別した羽田と小沢のツーショットが図らずも政権交代当日に再現された。 民主党代表選挙でも投票の際、登壇するのに買い添えを必要としていた。小沢との関係はかなり回復し、陸産会の土地取引に絡む政治資金規制法違反事件の過中になる小沢に、対し、俺とお前は一心同体が羽田グループとして全面的に支えると明言した。また2010年9月民主党代表選挙でも小沢を支持していた。 民主党政権発足翌年の2010年9月28日、時事通信社の取材において、政界引退を表明した。2012年11月16日の衆議院解散で、政界引退。自民党の政治に終止符を打ったのは、今でも歴史の必然、私に課せられた天命だったとした上で、2009年の政権交代は、私なりに満足のいく。 改革の成果であるとした。今後の活動については、多難な時期を迎えた、我が国の再生にわずかなりともご方向できる道を探し続けるとコメント。長年の名優である小沢は、議会制民主主義を確立させるべく、長年共に歩んだ同志。勇退は誠に残念だ。政治の第一線を退かれても、引き続きこの国の将来のため。 親しく指導していただきたいと述べた。同2012年の衆議院議員選挙では、地元講演会からは、長男の羽田雄一郎を後継として、参議院から蔵外出馬させようという意向もあったが、時の首相であった野田義彦が民主党のマニフェストにも盛り込んだ、世襲禁止の方針からこれを認めなかった。2013年4月29日、東華大受賞を受賞。 2017年8月28日午前7時6分、東京都世田谷区の自宅で、老衰のため死去、満82歳没。同年9月5日、ジュニーツイノブが、日本政府により決定された。羽田や、羽田貞義、羽田武士郎羽努、羽田勤、羽田雄一郎。ありがとうございます。